どうもこんにちは、ピヌさんです。ウィニングポスト9 2020やっていきます。よろしくお願いします。まあ、今回の動画は割と淡々としてるかなと思いますが、見どころはまあミッキーをですね、未勝利住所中心に回していきます。特に同手組まずに一線走らせて、あとは自動で、まあ例えばそうだね、2月1日とかね、まあ今回は1月2日に設定、あ失礼1月2週ね1月2週に設定されてるけど、この走った後に次にセットされるレースの前後で未勝利重賞と馬場適正が合ってるところを探して走らせていこうかなと思います。それではスタートしていきましょう。はい、サンガブリエルステークスにミッキー他含め3頭、いや失礼、今日ダメだね、4頭出ます。はい、ではダイジェストで見ていきましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 ちょっと厳しいか。王者の争いだ。先頭は依然としてアスベリーパウンシップ、いやアスベリーパウンシップ、アスベリーパウンシップ1着2着、どうやらフィレヌ・ミッキー、勝ったのはアスベリーパウンシップ、見事な勝利です。くそー、勝てなかったな。いやいやいや、勝ちたかったね。変なところで負けますね。はい、ミッキーがジョージライダーステークスに出走します。一番人気です、ローズヒルガーデンズ。ちょっとフルで見ましょう。面白い競馬場だといいですけどね。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アートペティション、あー出遅れた。これは好スタート。リアエアボーダッシュがつきません。ダッシュよくアートペティション行きました。続いて前へ行くのはスペクタキュラーミラー、さらにはソロシペール、2番フィーエヌミッキー、その後ろブラウンベルベット、その前に進出、その外から直線が結構長いな。オレンジの帽子ハーバートスイング、800ぐらいあるね。これに続くのがこの感じだと、内からはグルジーバラクーナ、その外にアベアンスアルペン、並んで11番オーティシーズン、ボルカニックキングダム、そのうちに続いています。その隣にガムスプレンダー、ウィンディコンバット、この馬もこのグループ、ゴーバリーフェル、すぐ後ろ前はアートペティション、アートペティション、さらにリードを広げました。2番手はソロシペール、大丈夫だ。3番手、インツキで前を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったフィレヌ・ミッキー、残り 200m、 後続ははるか後方、2番手はソロシペール、後続は大きく離れた。ナイスミッキ ー, ミッキー今ゴールイン、段違いの強さです。フィレヌ・ミッキー1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めましたフィレヌ・ミッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。そうだね、これはナイスミッキーだね。大差勝ちだ、いいな、気持ちがいい、よく頑張った。はい、ドバイワールドカップに4頭出ます。1番人気、3番人気、5番人気、9番人気で、このミラベラという子がですね、ペガサスワールドカップ勝ちました。うん、なぜかなぜか勝ったんで、今回ドバイちょっと期待したいですね。うん、こちらドバイのメーガン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。最近このレース画面に映るときにちょっとチラチラって映像が映ることが多いね。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してディスプレイバレー、花に立ちます。レンダリングミスとかじゃなくてもうあれだもんね、ゲームソフトから出力される映像に変な映像が混じる。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。キャンドルズペティション、それに続きます。これに続いて PM ソード、その外に PM アップ、スピークコール、そのうちに続いています。その隣にアブサロムブリンガー、その横にテンダーエナー、
内からはオートリガレット、その外からミュージックオールベック、オレンジの帽子トラベル風、その後ろ最後方にビーエヌからマック、各番砂煙を上げてかけていきます、うん、もう一度先頭から8番ディスプレイバレー、レースを引っ張ります、キッシングコンティニュー、すぐ後ろ、ね、そして大きく離れてビーエヌアップ、この位置です、並んで7番サクセスフルバーシフィ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として G1 馬ディスプレイバレー、キッシングコンティニュー、ほとんど差がありません、間を挟んでサクセスフルバーシフィ、3番手 BM からマック交代、 BM からマック大丈夫か、ディスプレイバレー先頭、後続との差はほとんどない、外から接近、キッシングコンティニュー、ディスプレイバレー先頭、追ってる、キッシングコンティニュー、抜けろ、ミラベラ、2番手はよし、ワンツー、ミラベラ、1着、2着にはどうやらフィーレンヌソード、フィーレンヌミラベラ、お見事、素晴らしい走りを見せてくれました。おお、ミラベラ、ペガサス、ドバイ、今まで取れてなかったでかいレース2連勝した。おお、これは BC クラシック見えてきたね、楽しみだな。まさかの楽しみが増えた。はい、BC ターフスプリントにミッキー、ミネルバ、ラットが出ます。これはダイジェストで見ていきましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ビレンズミッキー先頭、差はほとんどない。さあミッキー粘ってけ。アイドアミューズ2番手、手応えはどうか。残り 200m、 2番手はアーティクルハルシオン。ビレンズミッキー粘る。ビレンズミッキー、よし、ビレンズミッキー1着、2着にはどうやらアーティクルハルシオン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ビレンズミッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ミッキーはかなりよくやってる、強いわ。うん、まあ疲れてるんで、まあ今年はもうこれで終わりじゃないですかね、ミッキーはね。そして BC クラシックにミネルヴァとソード、3番人気5番人気、まあここは未勝利なんでね、実際勝ちたいんですが、まあ、強い子もいますね。フルで行きましょう。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはプリンスウィンディー、シャラク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシャラク花に立ちます。その後ろからはプリンスウィンディー、この馬も上がっていく構えです。さらにはスクワートルフォートレス、 G1 馬ヒューモアーランド、その後ろ好位置をキープしています。 BM ミラベラ、少し開いてエルドレッドバリカ、並んで9番モンロードラゴン、すぐ後ろにサイドデザイン、ピンクの帽子ブレイベストデッド、その後ろ内からは BM ソード、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にキーウィコットン、これに続くのがヴィンテージブラウベン、アートシャーナザール、すぐ後ろしんがりからキャロルインパチェンス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。一気に先頭に立ちました。1番プリンスウィンディー、さあ先頭はまだ1番プリンスウィンディー、2番手の位置取りは悪くなさそうだね。先頭を捉える勢いです。3番手に BM ミラベラ、絶好の手応え、 BM ミラベラ、うん、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。プリンスウィンディー先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わって BM ミラベラ、2番手はブレイベストデッド、BM ミラベラ先頭だ、 BM ミラベラ、 BM ミラベラ1着、ミラベラすげえ、デッド、フィレンヌミラベラ、お見事、素晴らしい走りを見せてくれました。ミラベラ勝ってほしいレース、勝ってくれた、ナイスミラベラ。おー、これでちょっとまた一個ね、肩の荷がおりますね。よし、オッケー、
これはもう飛ばしちゃいましょう。はい、12月になったんですけども、ちょっとね、年明ける前に機種情報を見ようと思いまして、マオがリーディング8位ですね。71勝とかできるようになったんで、うん、最多勝利とかは向こう5年ぐらいで見えてくんのかなっていうぐらいの1位になりましたね。本年賞金がまあ40億とか超えてこないと厳しいので、うん、騎手対象まではいかないでしょうけどね、かなり勝てるようになりました。まあそして U の方も64勝なんで、こちらもいい感じですね。うん、リーディングも10位です。まあ、来年は2人とも100勝をね目指して頑張ってもらおうと。まあでもね、高野倉健也、星川右京などなど、あと岡部さんがね、岡部さんが出てきたからこの辺りは怖いっすよね。村重さんは多分引退すると思うからさ、近々さ、若くして力はつけてきてるけど、岡部幸男の存在はすごく怖いなっていう感じか。うん、一つでもね、上の順位を目指そうというところで、まずは100勝ですよね。100勝取れるようになったら、まずというか、その次が150勝か。まあ、200勝勝てれば、最多勝利ジョッキーはね、見えてきますからね。最優秀生産者賞取った。取れないと思ったらこのタイミングできた。よかったっすね。まあ、めっちゃね、表彰式飛ばして見てたんだけど。はい。いやー、米国年度代表馬は取ったんじゃないの、ミラベラ。あ、取ってない。米国三冠か。そりゃそっちか。はい。はい、以上です。最優秀生産者賞は、取るの難しいと思ってたから、取れてよかったな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19とか、ミッキーとか加工気味だけど、あと1年ですね。はい、19頭引退です。まあ、多分ここにいない子が、殿堂入りするんじゃないかなと思います。19頭を引退させます。そしてハッピーロータリーですね。白い衝撃。白毛という稀有な存在として生を受けたハッピーロータリー。その卓越した競争能力も相まって、スター性抜群のスーパーホースにまで上り詰めましたね。はい、銀の像。まあ、ロータリーは血統的には小雪と北斗の子で、小雪として、小雪のしまった、小雪じゃなかった。ごめん。白浜だった。今日全然ダメだ。白浜の子か。白浜の子がね、黒斗とつけて活躍したっていうのはいいですよね。なんか小雪の子もね、結構活躍してるんですよ。母、白毛がね、結構いい作用を出してますよね。ここでは、ハッピーサンキューを、しぼば入りさせます。はい。はい、年明けです。よっと。よっと。
はい、教育方針はお任せ。はい、うん、お、トロフィー来たね。あれ、まあいいや。最優秀生産者を見事達成しましたね。達成しました。うん、よかったっすよ。あれってことは、あ、クラブか。クラブこそあれだな、なんか人を育てる牧場にしたいな。ちぐささん続投でいいでしょう。はい、うん、次の動画、そうですね、強いのはハッピーラパスが強そうなんですが、2100までしかないので、皐月賞、まあダービーギリいけるかっていうところですかね。うん、まああと、あ、早尾も一応ね、 G1 とかは地方 G1 勝ててますんで。で、ミッキーは、うん、外国にも行かせたいけども、国内でゆっくり回ってもらってもいいかなとも考えてますね。海外だと、まあミラベラが、そうですね、未勝利重賞ちょっと回ってもらう感じになるかなと。まあ機種情報はさっきお話しした通り特に変わりないかな。7位でフィニッシュしましたね。で、U は11、もうちょっとだったね。そしてね、あの村重さんが50歳超えたのに全然引退しないんだな。村重さんは何歳まですんのかなっていうのをね、ちょっと注目するかもしれない。55までいくのかな。なんとなく50手前で引退して調教師になるようなイメージがあったんだけど、村重さんはなかなか引退しませんね。うん、そして優勝カップですね、 BC クラシック、ドバイワールドカップ、ペガサスワールドカップが埋まりました。ペガサスだけが多分動画のして、動画としてはね、映像残ってないんじゃないですかね。あとはイギリスダービーと2000ギニーと BC ジュベナイル取れば棚が埋まると。 BC ジュベナイルはまだ可能性あるな、ランダムにしてても。2000ギニーとイギリスダービーはちょっとな、能力が高い子が出てこないと難しいもんね。ヨーロッパ69、米国65でね、一応埋まっては来てますが、まあまだまだね、コバが参戦するところはあるんだけど、3歳限定、2歳限定の重賞があるんで、このあたりがね、重くなってくると思います、今後。取りづらいんじゃないかな。早熟系の子で、強い子作らないといけないっていう縛りも出てくるんで、そこですよね。あとはそうか、症状はまあここ関係ないか。あ、アジアマイルチャレンジね、これまた二の次ですね。海外主要 G1 全制覇はかなり近づきましたね。はい、プレー評価、子孫のプレー評価。まあ調教師系はまずいいとして、最優秀生産者取りましたから、クラシック全制覇と8大競争全制覇もいずれ取れるだろうかなと思います。うん、まあこんなところですかね、とりあえずは。まあケイスケも B が増えてきた、ちぐささんも B 以上、キクオも大丈夫、ヨーロッパも大丈夫と。
いう形ですね。うん、あ、よかったわ。ねえ、ミッキーの活躍とかはでかいのかもしれませんね。はい、ということで今回はこれで終わり。もうちょっと続ければ機種対象も見えてくるかなと。まあそこが一応目標にはなるけど、マオが近いかな。マオの方が活躍するんだよね。うん、まあ大レースとか、あの芝とかの右側の特性が多分多く持ってると有利なんだろうなっていうのは思うんで、ミッキーいるときにね、海外経験が色ついてくれてよかったですけどね、ちょっと難しいですね。はい、ではこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。